上から右回りに、ニコライ2世とその家族、イヴァンハリトーノフ、アレクセイトルップ、アンナデミドバ、エフゲニー・ボトキン・ロマノフ家の処刑とは、ロシア帝国のロマノフ家と、遊兵先に同行することを選んだ人すべてが、1918年7月17日に、エカテリンブルクの一発ェフ間で射殺、銃剣突き、重傷で殴るなどによって殺害された事件である。ニコライ2世とその家族は、 ウラルチクソビエトの命令により、ヤコフ・ユロフスキーが指揮する、ボリシェビキ軍により殺された。その際遺体は切り裂かれ、焼かれ、コプチャキ街道沿いの森の中にある、ガニナ山と呼ばれる野原に埋められた。家族全員が、ニコライ二世と同じ運命をたどったとの情報を得て、いたにもかかわらず、ボリシェビキはニコライは死んだと報じただけであった。ボリシェビキの公式な発表は、 ニコライの妻と息子は安全な場所に送られたというものだった。8年を超える年月の間ソビエト指導部は一家の運命に関する組織的なデマ網を維持した。1919年9月からは一家が左翼革命から避難する過程で革命派によって殺害されたと主張し、1922年4月からは一家が死んだことを公然と否定した。 ある白系ロシア人による調査が出版された後の1926年、ボリシェビキは一家が殺害されたことを認めたが、一体は損壊されており、レーニン内閣の責任は認められないという立場を維持した。ロマノフ戦勝者の登場は、ロシアソビエト連邦社会主義共和国による一家の殺害からメディアの関心を引き離した。百三十八年からは、ヨシフ・スターリンにより、 一家の運命についての議論が抑圧された。埋葬地はアマチュア探偵のアレクサンドル・アブドーニンとボリシェビキ出身の両親を持つ映画監督のゲリー・ラボフによって1979年に明らかにされたが、一家の遺体はグラスノスチ時代の1989年まで公開されることはなかった。遺体がニコライ・ニセイラのものであることは、 法医学的調査や DNA 調査により確認された。殺害から80年後の1998年、遺体はサンクトペテルブルクのシュザシュトペトル・パウェル大聖堂に再埋葬されたが、その際に行われた葬儀には、遺体が本物であることを疑問視するロシア正教会の幹部は出席しなかった。2007年、アマチュア考古学者により、第二の埋葬地が発見され、 一家の埋葬地から発見されていなかったロマノフ家の二人の子供の遺体がそこから見つかった。しかし、二人の遺体は、さらなる DNA 検査の間、国営の骨堂に保管されている。2008年、長期にわたる膨大な法的論争の後で、ロシア連邦検事総長局は、政治的抑圧の犠牲者として、ロマノフ家の名誉を回復した。1993年、 ソ連崩壊後の申請ロシア政府により、一家の処刑は刑事事件として審理されたが、加害者が死亡しているとの検知から誰も起訴されなかった。一部の歴史家は処刑命令を下したのは、モスクワの政権、具体的には、ヤーコフ・スベルドロフとウラジーミル・レーニンであると考えている。レーニンらは、進行中のロシア内戦中において、接近中のチェコ軍団により、 提出が救出されることを恐れていた。処刑への二人の関与は、レフトロツキーの日記の一説によって裏付けられる。2011年、ウラジーミル・ソロビオフが率いる調査は結論を下し、ソ連崩壊後の時代に政府公文書の公開が行われたにもかかわらず、未だにレーニンもしくはスベルドロフが命令を先導したことを示す文書は見つかっていないが、二人が処刑後に、 一家の殺害を自己承認したのは確実だとした。ロマノフ家を厳重な管理下に置いていたにもかかわらず、レーニンは自分の名前がいかなる公式文書においても、一家の殺害との関係を示さないよう確実にした。ボリス・エリツイン大統領は1998年に行われた一家の国葬で、この殺害はロシア史上最も恥ずべきページの一つであると表明した。 帝政崩壊からエカテリンブルクでの皇帝一家殺害までに、ロマノフ家の人々が遊兵された場所の略図1917年3月22日、もはや君主ではなくなり、保障たちから軽別と共に、ニコライ・ロマノフと呼ばれる立場になった、ニコライ・二世は、サールス・コエセローのアレクサンドロフスキー宮殿で家族と再会した。臨時政府により、ニコライは、家族や自住たちと共に、 自宅軟禁状態に置かれ、一家は宮殿内で監視役の兵士に囲まれつつ、遊兵生活を送った。1917年8月、臨時政府首相のアレクサンドル・ケレンスキーは、高まる革命の動乱から一家を保護するという名目で、ロマノフ家をトボリスクに避難させた。そこで一家は、元知事の邸宅に住み、かなり快適な生活を送った。 1917年10月にボリシェビキが権力を握ると、幽兵は次第に厳格なものになり、ニコライを裁判にかけることも頻繁に議論されるようになった。ニコライは検証を着用することを禁じられ、保証は兵に娘たちの感情を害するような猥褻なスケッチを落書きした。1918年3月1日、 一家に与えられるのは兵士への配給品のみになり、家族はバターとコーヒーを諦め、献身的な10人の召使いとも別れなければならなかった。ボリシェビッキが力を増すにつれ、政府は4月にニコライとアレクサンドラ、娘のマリアをバシーリーやコブレフの指揮のもと、エカテリンブルクに移送した。アレクセイは、ひどい血友病を患っており、両親と同行することはできず、 姉妹のオールガやタチアナ、アナスタシアと共にトボリスクに残った。アレクセイラがトボリスクを離れたのは1918年5月になってからだった。一家は数名の残った家臣と共に特別な目的の家と呼ばれるエカテリンブルクの一派チェフ、間に遊兵された。逮捕された者はすべて人質として拘束される。そしてこの町におけるほんの些細な反革命活動の 試みすらも、これらの人質の即決処刑につながる。エカテリンブルクにおける一家の幽閉を統括した、ボリシェビキの戦争委員、フィリップ・ゴロシェギンによる、地元新聞での発表、ニコライア・アレクサンドラ、マリアが1918年4月30日に、到着する直前に建てられた柵に囲われた、一発エフ間。左上部の屋根裏部屋のドーマー窓には、 マキシム機関銃が設置されていた。そのすぐ下には、ァーリ夫妻の寝室があった。1917年5月に、アレクサンドル宮殿の家庭菜園で働くニコライ二世と、タチアナ・アナスタシア・ヘンドリコバ。一チェフ館での一家には、このような楽しみは許されなかった。一チェフ館のあった場所に建てられた地の上の教会。手前に映る、ボズニセンスキー聖堂のウェルフライには、 館の南東部のツァーリ夫妻の寝室に照準を合わせた機関銃が置かれていた。ロマノフ家の側近。左から右にキャサリン・シュナイダー、イリア・タチシチョフ伯爵、ピエール・ジリアール、アナスタシア・ヘンドリコバ伯爵夫人、バシーリー・ドルゴルコフ公爵。イパチェフ間ではロマノフ家と接触することを禁じられていた。ジリアール以外の全員が後にボリシェビキに殺された。 提出は一発フ間に厳しく隔離されたままであった。ロシア語以外の言語を話すことを厳しく禁じられた。内定の離れ屋に置いた手荷物を取りに行くことを禁じられた。ブローニーと撮影器具は没収された。メッシ会はロマノフ家を名前と不詳で飲み呼ぶよう命じられた。一家はウラル地方ソビエト財務官による保管を理由に金を没収され、 所有物の日常的な点検と、アレクサンドラや娘の腕から金のブレスレットを奪われるようなことを余儀なくされた。館は、館から通りを見づらくする4メートルの高さの二重の柵で囲まれていた。敵いの塀は、ボズネセンスキー通りに沿って庭を封鎖していた。6月5日に館を完全に封鎖する最初のものより、高く長い2番目の柵が構築された。 二番目の柵が建設された理由の一つは、ニコライが庭の二重のブランコを使う際に、外から柵の上にその足が見えてしまうことが分かった点であった。一家のいるすべての部屋の窓は密閉され、新聞紙で覆われた。家族の唯一の換気口は、高村の寝室のフォルト地下であったが、外を見ることは厳しく禁じられ、5月にアナスタシアが覗き見た際には、 保証がアナスタシアに向けて発砲した。繰り返し要請すると、ツアーリ夫妻の角の寝室の窓二つのうちの一つが1918年6月23日に、大井の密閉が解かれた。しかしその結果、衛兵は見張りを強化するよう命じられ囚人は、銃撃される恐怖とともに、窓から顔を出したり外の誰かに合図を送ろうと、しないように警告された。この窓から、 館から通りを隔てたところにあるボズネセンスキー大聖堂の戦闘が見えた。鉄製の格子がアレクサンドルが解放した窓に近寄りすぎないようにとのユロフスキーの度重なる警告を無視すると6月11日に組み込まれた。衛兵司令官や上級の補佐官は一家のいる部屋すべてにいつでも完全に入れた。囚人は風呂や踊り場の洗面所を使おうと部屋を出たい時は いつもベルを鳴らすよう要求された。しかし衛兵が日常的に水が枯渇していると不平を言うと厳格な水の配給が囚人に適用された。レクリエーションは毎日午前と午後にそれぞれ30分間だけ許された。しかし囚人は衛兵の誰とも口を聞いてはならないという厳格な指示を受けていた。配給はほとんどの場合朝食は紅茶と黒パン。 昼食は、カツレツか肉の入ったスープであり、囚人は、もはやツーリのように暮らすことはできないと言い渡された。6月中旬、ノボティフ・ビンスキー修道会の修道場もほとんどは、捕らえている人々にかすめ取られたが毎日一家の食事を届けた。一家は、訪問を受けることや手紙のやり取りを許されなかった。アレクセイの治療にあたるウラジーミル・デ・エルベンコ博士の 日常的な訪問がユロフスキーが、司令官になると制限される一方で、エレナ・ペトロブナが6月に館を訪れたが、衛兵に銃口を突きつけられて、入館を拒否された。近くの教会のミサに出かけることは許されなかった。6月上旬、一家はもはや日刊誌を受け取ることができなくなった。正常な感覚を維持するために、ボリシェビキは1918年7月13日に、 ロマノフ一家に退出帰る、召使いのうちの二人とイヴァンセドネフが、この政権から送られたと保証した。しかし二人はボリシェビキが5月に、一発フ館から排除した後に、すでに死亡しており、白守軍に殺された地元のボリシェビキの英雄が、死んだことへの報復として7月6日に、他の捕虜の一団と共に、チェーカーに射殺された。7月14日、 司祭と女祭がロマノフ家のために天礼を取り行った。翌朝4人の女中がポポフ館とイパチェフ館の床を洗うために雇われ、生きた一家の姿を見た最後の市民となった。どちらの場合も一家とはいかなる形でも口を聞いてはならないという厳格な指示がなされていた。ユロフスキーは天礼の間や女中が一家と共に寝室を清掃する間、常に監視を続けた。 屋内の衛兵16人は、勤務中は地下か廊下、司令官の事務所で寝た。パーベルメドベージェフ率いる屋外の衛兵は56人見て、反対のポポフ官に宿をあてがわれた。衛兵は、ポポフ官やイパチェフ官の地下室に、性行為や飲み会に女を連れ込むことを許された。機関銃の台座が4カ所あった。一つは館に向ける目的で、ボズネセンスキー大聖堂の首労にあり、 二つ目は通りに面した一パチェフ館の地下の窓にあり、三つ目は館の裏庭を見渡せるバルコニーを狙い、四つ目はチャーリー夫妻の寝室の上に直接交差点を見渡せる屋根裏部屋にあった。一パチェフ館内と周辺に衛兵が10人配置され、屋外は日夜1時間に2回巡回が行われた。五月上旬、衛兵は囚人から ダイニングルームのピアノを取り上げ、ロマノフ家の寝室の隣室にある司令官の事務所に移した。ここで飲んだりタバコを吹かしたりしながら、ロシアの革命家を歌って夕方に恥をかかせて楽しんだ。没収した蓄音機でロマノフ家のレコードも聞いた。踊り場の洗面所も壁の政治的なスローガンや、わいせつな絵画を落書きした衛兵に使われた。 一家が殺された時点で衛兵の数は全部で300人となった。ユロフスキーが7月4日に司令官をアレクサンドル・アブデーエフと交代すると、屋内担当だった衛兵をポポフ間に移動させた。上級の補佐官は維持されたが、玄関を監視するように指示され、ユロフスキー付けにのみ認められた栄誉であったロマノフの部屋に出入りすることはもはやできなくなった。配置転換は、 ユロフスキーの依頼により、ベルフインセツク工場の志願兵大隊から、地元のチェーカーにより選ばれて行われた。聞かれたことはすべて答えられる献身的なボリシェビッキが求められた。衛兵は、秘密を守ることを誓わされて必要なら、ツァーリを殺す準備が行われることを理解した上で、雇われた。この段階では、一家や召使いを殺すことについて何も言われなかった。 アブデエフの下で行われた侵攻の反復を防ぐために、ユロフスキーは、主に外国人を選んだ。ニコライは7月8日の日記に、レッツと表現しながら、新しいラトビア人が立証していると記した。新しい衛兵の指揮官は、リトアニア人のアドルフ・レパに引き入られていた。ボリシェビッキが、当初ロマノフ家を裁判にかけたかったことから、エカテリンブルクで赤軍によりロマノフ家は、 交流されていた。内戦が続き白軍がエカテリンブルクを陥落させる恐れがあったため、ロマノフ家が白軍の手に落ちる恐れがあった。このことは二つの理由からボリシェビキには受け入れがたいことであった。第一に、ツァーリや家族の誰かが白軍の運動への支援に結集する象徴となりかねず、第二に、ツァーリが死ねばその家族の誰かが他の欧州諸国により、 ロシアの正当な支配者とみなされることであった。このことは、白軍のために、外国からの大規模な干渉に向けた交渉ができる、ことを意味しかねなかった。1918年7月半ば、チェコ軍団が、すでに支配していたシベリア鉄道を守るために、エカテリンブルクに迫っていた。歴史家のデビット・バロックによると、混乱に陥り、囚人を処刑したボリシェービッキは、 チェコ軍団は一家を救出する使命を帯びていると誤解した。チェコ軍団は一週間も経たずに到着し、7月25日にエカテリンブルクを陥落させた。提出一家が6月後半に交流されている間に、ピョートル・ボイコフとウラルチック・ソビエト代表、アレクサンドル・ベロボロドフは、チェーカーの命令で平静を保ちながら、一家の救出を求める。 君主主義者の管理であると主張するフランス語で書いた手紙の密輸を一派チェフファンに命令した。ロマノフの返答とともに、この偽造された手紙は、モスクワの中央執行委員会に提出を粛清するさらなる正当化の口実を与えた。後に、ユロフスキーは、偽の手紙に答えることでニコライは、自身を罠に陥れる我々の早まった計画に、貶められたと述べた。 7月13日、一発フ間から通りを挟んで、エカテリンブルクソビエトの大挙と同士の支配の移転を要求する赤軍兵や社会革命党、アナーキストの自衛行動がボズネセンスキー広場で行われた。この反乱は、ツァーリ夫妻の寝室の窓で聞こえるところすべての参加者に向けて、銃火を開いたピョートリ・エルマコフ率いる赤英軍を派遣することで激しく抑圧された。 当局はこの事件を一発フ管の囚人の安全に脅威を与える君主主義者の率いる反乱と位置づけた。ウラルチクソビエトは6月29日の会合でロマノフ家を処刑すべきだと議決した。フィリップ・ゴロシェキンはサーリの処刑を主張する伝言を携えて7月3日にモスクワに到着した。中央執行委員会の委員23人中7人だけが出席し、 そのうちの三人が、レーニン、スベルドロフ、フェリックス・ジェルジンスキーであった。ウラルチクソビエトの幹部会は、一家の処刑に向けた実際的な詳細を準備し、最終認可に向けて、モスクワと連絡を取りながら、軍事的な状況が許せば実行する正確な日を決定すると議決した。サーリの妻と子供の殺害も議論されたが、いかなる政治的な反動を引き起こさないためにも秘密を、 保たなければならず、ドイツのウィルヘルム・フォン・ミルバッハ大使は、一家の健康を有料して、ボルシェビキに繰り返し問い合わせを行った。もう一人の外交官イギリスのトーマス・プレストン中、エカテリン・ブルク領事は、一パチェフ間の近くに住み、ピエール・ジュリアールや、シドニー・ギブス、バシーリー・ドルゴルコフ公爵から、後に、自身もユロフスキーの助手のグリゴリー・ニクーリンに殺される、前に、 監獄から密かに持ち出した校舎の目もロマノフ家の除名の圧力を受けていた。しかし一家との面会を認めるようにというプレストンの要請は変わることなく拒否された。トロツキーが後に語ったように一家の死が不可欠であったために、ザーリー一家は機能的な遺伝とする応答の主要な方向そのものを形成するという理論の犠牲者であった。一家の死に関することは、 一切例人と直接連絡を取る必要はないとの司令とともにゴロシェキンはモスクワとのロマノフ家に関する議論の概要を携えて7月12日にエカテリンブルクに報告した。7月14日、ユロフスキーは埋め立て地と同時に可能な限り多くの証拠を破壊する方法の最終案を作成中であった。処分部隊を担当し変皮な田園地方を知っていると主張し、 ユロフスキーが信頼を置くピョートルエルマコフと頻繁に協議していた。ユロフスキーは一家と召使いを逃げられない極狭い空間に集めたがっていた。この目的で選ばれた地下室は射撃音や悲鳴さえも押し殺せるように釘付けされた缶抜きで閉めた窓があった。就寝中の夜の射撃や殺傷あるいは森で殺害死体に おもりとして付けた金属の塊とともにイセットの池に放り込むのは除外された。ユロフスキーの案は宝石類のために女性を交換したり体を探ることを禁じなければならないことも考慮したが、同時に11人の囚人全員の効率的な処刑を行うというものであった。以前宝石類を押収した際にはさらに多くのものが衣類に隠されていると睨み、 残りを得る目的で全身を裸にした。7月16日、ユロフスキーは、ウラルチクソビエトから、赤軍派遣団が全方面で退却していて、処刑はもはや引き延ばせないと知らされた。最終的な認可を求める暗号電報が午後6時頃にゴロシェキンとゲオルディ・サハロフから、モスクワのレーニンに当てて送られた。ユロフスキーは進めるようにとの、 中央執行委員会からの命令が午後7時頃に、コロシェキンから送られたと言い張ったが、モスクワからの返答を証明する記録はない。このことは、スベルドロフが、審理の中央執行委員会の認可を確認する、電信室に電報を送るように個人的に指揮したと1960年代、後半に主張した、元クレムリン衛兵、アレクセイア・アキーモフの証言と一致するが、 書式と受信用紙テープの両方が送られた直後に、スベルドロフから送り返されるべきだとする強固な指令とも一致する。午後8時、ユーロフスキーは、遺体を運ぶために遺体を巻く、荒布の巻いたものを運ぶトラックを入手する、お抱え運転手を送った。計画は、射撃音を隠すために動かすエンジンとともに、可能な限り地下の入り口に近づけて止めるという、ものであった。 ユロフスキーとパーベルメドベージェフは、その夜に使う FN ブローニング M19002 丁、アメリカの M19112 丁、モーゼル C962 丁、スミスウェッソン1丁、ナガン M18957 丁などの、単重14丁を集めた。ナガンは、相当量の煙とガスを発生する、黒色火薬で動き、無塩火薬は、 段階的に用いられているだけであった。司令官の事務所で、ユロフスキーは、拳銃を支給する前に、誰が誰を殺すのかを割り振った。エルマコフが、ナガン3長、モーゼル1長、銃剣で武装する一方、ユロフスキーは、モーゼルとコルトを選択し、アレクサンドラとボトキンの2人の囚人を殺すことを、割り当てられただけであった。レッツのうち少なくとも2人、アンドラス・ベルハスと レッツ派遣団を担当するアドルフ・レパという名前のオーストリア・ハンガリー軍の捕虜は女性の射殺を拒否した。ユロフスキーは二人を革命的義務における重要な場面で失敗したとしてポポフ館に送った。過度日を流すことなく速やかに得られるように心臓を直接撃つよう命じた。ユロフスキーにしても殺害者の誰もが11人の遺体をどのように効率的に損壊するかという。 広報支援には加わらなかった。残りが後に、反響主義の支援を結集する人々を最大限利用しようとする、君主主義者に見つからないことを確実にするよう圧力を受けていた。左から右へ、1917年春に、チャールス・コエセローで捉えられていたマリア、オリガ、アナスタシア、タチアナ、皇帝ニコライ2世の娘の最後の写真の一つ。 ロマノフ一家が殺された地下室。壁は1919 19年に探索者により、銃弾などの証拠の探索で引き剥がされていた。物置につながる二重扉は、処刑時は施錠されていた。ロマノフ家が7月16日の夕食をとっている間に、ユロフスキーは今に入り、キッチンボーイのレオニード・セドネフがエカテリンブルクに、 戻ったおじのイヴァンセドネフに会うために出て行ったと知らせたが、イヴァンはすでにチェーカーに射殺されていた。一家はレオニードがアレクセイの唯一の遊び友達で奪われた五番目の随員だと非常に憤慨したが、ユロフスキーから間もなく戻ってくると保証された。アレクサンドラは本当かどうか。再び会えるのかどうか。年の数時間前に日記に書いており、ユロフスキーを信用していなかった。 事実、レオニードはその夜は、ポポフ間に止められた。ユロフスキーに、レオニードを殺す理由は見出せず、処刑が行われる前に追い出しておきたかった。1918年7月17日深夜頃、ユロフスキーは、一家がエカテリンブルクに危機が切迫しているために、安全な場所に移動するという口実のもと、寝ている一家を起こして服を着るようロマノフ家の主治医。 エフゲニー・ボトキン博士に命じた。ロマノフ家は、その際の半地下室に行くよう命じられた。ニコライは、アレクセイとアレクサンドラが座る椅子を2脚持って、来られないかと尋ねた。ユロフスキーの助手、グリゴリーにクーリンは、相続人は、椅子で死にたがっている。好都合なことに1脚与えられる。と意見を述べた。一家を乗せるトラックが館に到着するまで囚人は、 地下室で待つよう言われた。数分後、秘密警察の処刑部隊が到着して、ユロフスキーは、ウラルソビエト執行委員会により発せられた命令を読み上げた。ニコライ・アレクサンドロビジ。あなたの親族がソビエトロシアに対する攻撃を継続しているという事実を考慮して、ウラルソビエト執行委員会はあなたを処刑することを決定した。 家族の方を向いていたニコライは振り返り、なんだってなんだってと言った。ユロフスキーは早口で命令を繰り返し、皇帝一家に銃口が向けられた。衛兵の階層によると、皇后とオリガは自分たちを祝福しようと試みたが、一斉射撃が始まってしまい果たせなかった。ユロフスキーによると、集められた処刑部隊全員がニコライを標的として胴体に向けて、 拳銃を発砲したと伝えられ、多くの銃弾が命中したニコライはすぐに死んだ。右頂点になった、ベルフイセツク担当の軍事委員、ピョートルエルマコフは、アレクサンドラの頭部を撃って射殺した。その際、大腿部を撃たれながら二重扉に向かって走った、マリアも撃ったという。残りの隊員は、最初の一斉射撃に伴う騒音と煙、ゴミで、部屋中が満たされるまで入り乱れて、 互いの肩越しに射撃を続けた。アレクセイ・カバノフは音量を確認しに通りに走り出し、フィアットのエンジン音は別にして、ロマノフのいる部屋からの犬の鳴き声と射撃音が大きく、明瞭に聞こえた。その際、カバノフは開花に急いで降りて、射撃をやめ、重傷と重剣で一家と犬を殺すように衛兵に、言った。ユロフスキーは燃え尽きた火薬の煙や、天井の埃、 耳をつんざくような射撃音に開始からわずか数分で射撃を一旦やめざるを得なくなった。射撃をやめると煙とゴミを拡散させるために地下室の扉が開かれた。煙が少なくなるのを待つ間、処刑部隊は室内のうめき声と泣き声を聞いた。煙が晴れるとニコライン、アレクサンドラ、別室会のイヴァンハリトーノフ、アレクセイトルップが死んでいたが、 めちゃくちゃな射撃のせいで一家の子供たちと召使いの一部は軽傷を負っただけでまだ生きていることが明らかになった。処刑時の射撃音は付近の住民に聞こえてしまい多くの人を起こした。処刑部隊は今度はもっと正確に頭部を狙って射撃し銃剣で止めを刺すよう命令された。数分後に処刑が再開されて 主治医のボッドキン博士が射殺された。ボッドキンは最初の一斉射撃でロマノフの盾となり、瀕死の重傷を負って横たわっていたが頭部を撃たれて死亡した。生き残った子供たちの中ではアレクセイが最初に死亡した。アレクセイは射撃に恐怖したまま椅子に釘付けになっており、彼の下着や略帽には宝石が縫い込まれていたため、エルマコフに 銃剣で何度も突き刺されたが死なずに苦しんでいた。ユロフスキーはエルマコフを横に押し合って、アレクセイの頭部を2発撃って射殺した。オリガとタチアナも銃剣で刺されたが、下着に縫い付けてあった宝石によって、軽傷を負っただけで生きており、二人は立ち上がって逃げようとしたところに、ユロフスキーがタチアナの頭部を撃って射殺。その直後にオリガもエルマコフによって射殺された。 マリアとアナスタシアも負傷していたがまだ生きていた。エルマコフの証言によると、銃剣でマリアを刺したが他の子供たちと同じように服に縫い付けてあった。宝石によって保護されていたため銃で二人の頭部を撃ったという。アレクサンドラの召使いのアンナデミドバは最初の一斉射撃から生き延びたが、宝石類を満たした小さな枕で自分を守ろうとして銃剣で視殺された。 処刑が終わり、遺体を部屋の外へ運び出そうとした時にマリアとアナスタシアは生きている兆候を見せた。マリアは起き上がって腕で顔を折って泣き叫んだので、エルマコフはアレクサンドル・ストレコティンの小銃を奪い取って、マリアの腰を銃剣で突き刺したが、貫くのに失敗すると拳銃で彼女の頭を撃った。また、エルマコフの供述書には書かれていないが、 マリアが動かなくなるまで顔を銃剣で刺し続けたとも証言している。アナスタシアは口から血を流しながらうめえて体を動かしたためエルマコフが銃剣で刺殺した。なお、ユロフスキーは王女のどちらか一人が悲鳴を上げ、ライフル銃の大尻部分で後頭部に打撃を加えたと書いている。この場面を語る多くの報告がアナスタシアが最後に死亡したとしている。 ユロフスキーが立動のために犠牲者を確認している間、エルマコフは銃剣で遺体を突き刺して回った。処刑は20分ほどで終わり、ユロフスキーは後に肉リンの兵器と必然的な神経の貧弱な支配力を認めている。後世の調査では、この処刑に70発もの射撃が行われた可能性があると見積もられ、実際に 地下室と隣の墓場から銃弾57発が発見された。おおむね隊員1人当たり7発が使われた。パーベルメドベージェフの単価運搬人の一部は金目のものを探して身体検査を始めた。ユロフスキーはこの光景を見て略奪した品を渡すか、さもなくば射殺すると言った。エルマコフの無能と酔っ払った状態が合わさって、略奪は未遂に終わり、 ユロフスキー自身が遺体の処分を監督せざるを得ないと確信した。アレクセイのスパニエルジョイだけが干渉した連合軍のイギリス人将校に救出されて生き残り、イングランドのウィンザーで晩年を過ごした。アレクサンドル・ベロボロドフは暗号電報をレーニンの秘書官、ニコライ・ゴルブーノフに送った。電報は白軍の調査官、ニコライ・ソコロフにより発見され、下記の通りである。 家族全員が皇帝と同様に運命を共にしたことをスベルドロフに知らせる。公式には一家は疎開中に死亡したこととする。モスクワにとって必須の目撃者だったチェイカーのアレクサンドル・リシツンは可能な限り速やかにロシアで発行されることになるニコライやア,アレクサンドラの政治的に価値ある日記や手紙の処分後に速やかに滞りなく、 スベルドロフに発送する役を認じられた。ベロボロドフとニクーリンは一家の個人的なものすべてを押収しながらロマノフの部屋の略奪を監視し取るに足らなかったり価値のないものとみなされたものをストーブに投げ込んで焼却する一方最も価値あるものはユロフスキーの事務所を一杯にした。すべてがコミッサールの警護のもとにモスクワに送るために ロマノフ家の持っていたトランクに詰め込まれた。7月19日、ボリシェビキは没収したロマノフ家の私有財産をすべて国有化し、同日、スベルドロフは人民委員会議にツァーリの処刑を知らせた。1919年のコープチャク街道の枕木。ニコライソコロフ調査官は事実上、第二の埋葬場所と気づかずに、 フィアットのトラックが7月19日午前4時30分に立ち往生した場所の証拠としてこの写真を撮影した。遺体の急ぎの処分でこのトパーズのような所有物、数点がユロフスキーの従舎に見過ごされ、結局1919 19年にソコロフにより発見された。ロマノフ家や従者の遺体は60フィートの荷台のある 60HP エンジン搭載のフィアットトラックに積み込まれた。 大量に積み込んだ車は、コプチャキ街道沿いの森に向かって、商宅製の道を9マイル苦労して進んだ。ユロフスキーは、飲んだくれのエルマコフが埋葬にシャベルしか持っていない、ことに気づくと激怒した。さらに半マイルほど進みベルフイセツク作業場に向かう、通りの185号線との交差点近くで、エルマコフのために働く25人が、馬と、 簡単な荷車を持って待っていた。この男たちは全員に酔っていて、囚人が生きて運ばれてこなかったことに憤慨した。臨機集団に加われると思っていて、殺害前に女性をいたぶれると期待していた。ユロフスキーは結局遺体の一部をトラックから荷車に移すことで、エルマコフの従者を得て、非常に困難な状態における管理を維持した。 エルマコフの従者のうちの数人が女性の遺体を下着に,に隠されたダイヤモンドを探して手荒に扱い、二人がアレクサンドラの陰部に指を入れた。ユロフスキーは略奪でタツアリナの死体などをいじった二人を追い払いながら離れるよう重口を向けて命令した。すべての遺体が荷車に降ろされ、処分地に運ばれる間にトラックはゴルノーラルスク線近くの湿地帯で前進することが できなくなった。荷車が四人兄弟と呼ばれる場所の大きな開拓地である廃庫が見える場所に来る時までに太陽は昇っていた。エルマコフの従者の残りをユロフスキーが信頼せず酔っ払った状態が不愉快であったために町に戻るよう命じられる一方でユロフスキーの従舎は初めて地元の二層から提供された片茹での卵を食べ尽くした。 遺体は草むらに横たえられた。また、衣類や貴重品は、ユロフスキーの従者により剥ぎ取られ、ユロフスキーが宝石類の目録を作っている間に、前者は山積みにされて焼却された。マリアの下にだけは、ユロフスキーにとってはマリアが5月に帰郷した絵兵の一人と、非常に婚意になったために一家が信頼するのをやめた。証明であるように宝石がなかった。 遺体は縦孔に放り込まれ、硫酸を振りかけられた。その際、ユロフスキーだけが縦孔が3メートル未満の深さであり、その下の濁った水が予想したように十分に死体を覆い隠せないことに気づいた。従者が軽く土や枝で覆うと手榴弾で炭鉱を破壊するのに失敗した。ユロフスキーは、ペロボロドフとコロシェキンに報告しに、 略奪した18ポンドのダイヤモンドを詰めたカバンを持ってエカテリンブルクに戻る間、この場所を警護する衛兵を残した。縦甲は浅さすぎると判断された。地元のソビエトのセルゲイ・チュツカエフは、返避で沼地の発見されがたい墓場であるエカテリンブルクの西のとあるさらに深い道交山について、ユロフスキーに語った。7月17日夕方にこの場所を点検し、 アメリカンスカやホテルのチェーカーに報告した。石油やケロシン、硫酸の入れ物や大量の乾燥した焚き木を入手する仕事をピョートル・ボイコフに割り振る一方でコプチャキ街道に送る追加のトラックを注文した。ユロフスキーも新たな場所への遺体の移動に用いる馬が引く荷車数台を確保した。数人のチェーカーの担当者と共にユロフスキーとコロシェキンは 7月18日午前4時頃に炭鉱に戻った。びしょ濡れの死体は手足に結んだロープを使って一人ずつ引っ張られタープの下に横たえられていた。深い炭鉱に遺体を運ぶ十分な時間がないかもしれないと憂慮したユロフスキーはすぐさま別の埋葬の穴を掘るように従者に指示したが地面は硬すぎた。チェーカーと相談しにアメリカンスカヤホテルに戻った。 新たな炭鉱に埋葬する前に遺体に添えるコンクリートブロックを積み込んだトラックを確保した。二台目のトラックは死体の移動を手伝うチェーカーの文献体を運んだ。ユロフスキーは7月18日午後10時に森に戻った。死体は再びその時までに沼地から救い出されたフィアットトラックに積み込まれた。7月19日の早朝、町から遠い銅山に運ぶ間、 フィアットトラックは再びガニナ山近くの沼地にはまり込んだ。ヘトヘトになり、命令に従うのを、ほとんどが拒否する従者とユロフスキーは、トラックがはまり込んだ道路のもとに埋葬することに決めた。幅68フィート、わずか60センチメートルの深さの墓を掘った。ツァーリなどの遺体の前に、アレクセイトルップの遺体が最初に放り込まれた。再び硫酸が浴びせられ、顔は、 人物の確認ができないように小銃の大尻で粉砕され酸化カルシウムで覆われた。フィアットトラックが地面に突き刺す枕木の上をあちこち行き来しながら枕木が隠す目的で墓の上に置かれた。埋葬は7月19日の午前6時に完了した。誰かに9人だけの共同墓地を発見されないようにする意図でユロフスキーは アレクセイ皇太子と姉妹の一人を15メートル離して埋葬した。この女性の遺体はひどく毀存されたので、報告ではアンナ・デミドバと間違え、実際にアレクサンドラの遺体を損壊したかった。アレクセイと姉妹の一人は焼かれ、残りの黒こげになった骨は徹底的にきで粉砕され、小さい方の穴に放り込まれた。2007年8月に、 初めて発見される骨の破片44個が残った。1919年春に炭鉱を検査するソコロフ調査官ニューヨーク州上段ビルの生産未一体人学校で展示されているロマノフ家の所有物。右に大工女の一人が所有していたブラウスがある。7月25日にエカテリンブルクが反響の白軍の手に落ちるとアレクサンドル・コルチャーク将軍はその月の末に 皇帝一家の殺害を調査する、ソコロフ委員会を立ち上げた。オムスク地方裁判所調査官、ニコライ・ソコロフは1919 19年2月に、ロマノフの側近の数人から聴取した。遺体が当初捨てられた炭鉱とその周辺でソコロフは、ユロフスキーと従者に見落とされた数多くのロマノフ家の所有物や貴重品を発見した。その中には寸断され、 焼かれた骨の破片や凝固した死亡、ボトキン博士の上の義手と、メガネ、コルセット、気象とベルトのバックル、靴、鍵、真珠とダイヤモンド、使用済みの銃弾数個、切断された女性の指の一部があった。アナスタシアのキング・チャールズ・スパニエルの死骸だけが、穴の中で見つかった。遺体が炭鉱に投げ込まれる前に、犠牲者の衣類すべてが焼かれた後のユロフスキーの報告と、 一致する浅い穴は衣類の痕跡を止めていなかった。フィアットのトラックが7月19日の朝にはまり込んだ場所の証拠として、この場所の写真を撮りながらソコロフはコプチャキ街道の秘密の埋葬場所を結局は発見し損なった。その後、ソコロフは1919 19年7月、ボリシェビキの反撃を受け、発見した遺品を入れた箱を持って国外に避難せざるを得なくなった。 ソコロフはカ巻に及ぶ写真と目撃した報告を集めた。調査を完了する前に1924年にフランスで心臓発作で死亡した。箱はブリュッセルのイクルの西御部のロシア正教会に保管されている。予備の報告がフランス語と当時のロシア語で同じ年に本として出版され、1989年までの69年間、 殺害についての唯一正当とされる歴史的な真相であった。ソコロフは射撃され視殺されたアレクセイとアナスタシアを除いて囚人は銃撃で即座に死亡し、遺体は大掛かりな焚き火で破壊されたと誤って断定した。皇后と子供がツアーリと共に殺害されたと認めながら、調査の公表と世界的な需要は1926年にソコロフの著作を 大いに登用した政府公認の教科書を発行するようソビエト当局を促した。1938年、ヨシフ・スターリンはロマノフ殺害に関する討論すべてを厳格に取り締まらせた。ソコロフの報告も発禁処分となった。一ェフ官は、レオニード・ブレジネフ政権下の政治局により十分な歴史的重要性を備えていないとみなされ、 殺害から60年を翌年に控えた1977年9月に取り壊された。エリツィンは、後年、微暴録に、早番この一連の蛮行を恥と感ずるであろうと書いた。館を取り壊しても、巡礼や君主主義者が、この場所を訪れるのを止められなかった。地元のアマチュア探偵、アレクサンドル・アブドーニンと、ボリシェビキ出身の両親を持つ。 映画監督のゲリー・リャボフは、長年の秘密の証拠収集と、主要な証拠研究を終えると、1979年5月30から31日に浅い墓を発見した。3つの頭蓋骨は、墓から持ち出されていたが、検査を助ける科学者や研究所を見つけるのに失敗し、墓を発見した結果について有料すると、アブドーニント・リャボフは、1980年の夏に、再埋葬した。 多くは、アブドー人の記だったが、ミハイル・ゴルバチョフ書記長は1989年4月10日に、モスクワニュースに、ロマノフの墓所を明かすようリャボフをせき立てるグラスの土と、ペレストロイカの時代に持ち込んだ。貴重な証拠を否定しながら、残りは、この場所を解体する、早まった公式の発掘における、ソビエト当局者により1991年に、発掘された。 遺体に着衣はなく、受けた損傷が激しいために、最小限残ったものが、アナスタシアのものなのか、マリアのものか、サンクトペテルブルクで鑑定され、埋葬されたのか論争が続いた。実際に、森で発見された骨が完全に、ロマノフ家のものかについてロシア正教会内で相当な意見の相違があった。 信頼性が確実になるまでの象徴的な墓を選択しながら、聖教会裁判所は、ペトルパブロフスク要塞に埋葬する1998年2月の政府の決定に反対した。その結果、1998年7月に埋葬されると提出というよりは、革命によるキリスト教被害者としてお務めを行う被災により、話題にされた。 2007年7月29日、別の地元の愛好家団体が、コプチャキ街道の主な墓から遠くない二つの小さな焚き火の跡にあるアレクセイや、姉妹の残したものを含む小さな穴を発見した。犯罪捜査官や遺伝学者がアレクセイとマリアと断定したが、徹底的で詳細な検査を要求する協会の決定まで国立公文書館に保管されたままである。 ピョートル・エルマコフは内戦を無傷で生き延びた。しかし他の殺害者のようにはだんだん辛くなったために栄誉や昇進を受けなかった。残りの人生では革命同様に殺害者における役割を誇張することで決出するために容赦なく戦った。数回破壊もされたが地元のロシア共産党党員は毎年殺害者の記念日に破壊しに敬意を払った。 マックシム・ゴーリキー・キネウラル、国立大学歴史学教授ワン・プロトニコフは、死刑執行人が、ヤコフ・ユロフスキーやグリゴーリー・ピー・ニクリン、ミハイル・エメドベージェフ、ピョートル・エル・マコフ、スティパン・バガノフ、アレクセイ・ジー・カバノフ、パーベル・メドベージェフ、VN ・ネトレビン、YM ・ゼルムスであったと証明している。ヤーコフ・スベルドロフの身近な同僚のフィリップ・ゴロシェキンは、エカテリンブルクに本部を置く。 ウラルソビエトの軍事人民委員であったが、実際は参加せず、2から3人の衛兵が参加を拒否した。ピョートル・ボイコフは570リットルのガソリンと180キログラムの硫酸を手に入れて、遺体の処理を手配する特別な任務を与えられた。目撃者であったが、死んだ大工助の所有物を略奪しながら、後に殺害に参加したと主張した。殺害後に、世界は、 我々がしたことを知ることは決してないだろうと述べた。1924年にボイコフはポーランド担当のソビエト大使に任命され、1927年7月にロシアのアナーキストに暗殺される。提出の殺害に直接共謀した人々は殺害の直後はしばらく生き残った。エルマコフの身近な同僚である。 スティパン・バガノフは、チェーカーによる地元での残忍な弾圧に加わったために、農民に襲撃され、殺された。イパチェフ関係後の代表で殺害で主要な役割を果たした一人であるパーベル・メドベージェフは、1919年2月に、ペルミで白軍に捕らえられた。チフスにかかった刑務所で死ぬ直前に行われた、調査の過程で殺害に加わったことを否定した。 アレクサンドル・ベロボロドフト副長のボリス・ディトコフスキーは、共に大粛清の1938年に殺された。フィリップ・ゴロシェキンは NKVD 刑務所で1941年に射殺され、無標識の墓に処分された。殺害の3日後、ヨロフスキーはその夜の事件について、個人的にレーニンに報告し、モスクワ市のチェーカーに任命されてその牢を報いられた。 1938年に60歳で、クレムリン病院で死の床につきながら、経済上の地位や、党の地位の継承を勝ち取った。死ぬ前に殺害で使用した銃を、モスクワの革命博物館に寄贈し、矛盾するが、事件で価値あるものを3つ残した。革命に際しての経歴を、最も幸せな人物に仕立て上げながら、どのように、 10月の嵐が自分に最も明るい側を与えたか強くした。1920年にあったイギリスの将校は、ユロフスキーは殺害における役割について後悔していると言った。ユロフスキーと1964年に死亡した助手のニクーリンはモスクワのノボデビッチ墓地に埋葬された。レーニンはロマノフ長を300年の不名誉である低と理解し、 会話や著作物で、ニコライ二世を、ロシア人民の、最も憎むべき敵で、地の死刑執行人、乱暴な憲兵、王冠をかぶった強盗と言及した。レーニンの戻されたロマノフ家の運命にとっての、命令系統や、最終的な責任を取る報告は、初めから作られることもなかったり注意深く秘密に、された。元の電報や送信された電報リボンさえも、 破壊したと言い張りながら例人は暗号電報の指令を発するのに有利な手法で非常な注意を払った。人民委員会議や中央執行委員会の公文書同様に公文書2号や公文書86号で明かされた文書は通常人民委員会議の共同名で行われた機密メモや匿名の命令で等の使い走りの主人が指令を取り継ぐように任命されたことを明らかにしている。 このような決定すべてにおいてレーニンは、通常具体的な証拠は保存されていないと言い張った。殺害に直接加わった人の微暴力同様に、レーニンの全集第55巻は、スベルドロフとコロシェキンの役割を強調しながら慎重に検閲された。しかし、レーニンは、トボリスクやシベリア横断鉄道沿いのウラルソビエトの、 非常に脅迫的な行為について心配することになりながら、1918年4月に、エカテリンブルクではなく、オムスクにさらに、ニコラやア,アレクサンドラ、マリアを連行するというバシーリー・ヤコブレフの決定を承知していた。レーニンの政治生命の伝記は、はじめはレーニンがそれからレーニンとスベルドロフが共に、ヤコブレフの路線変更について、ウラルソビエトと直接電報をやり取りしたことを、 確認している。ウラルソビエトに与えられるなら、荷物は破壊されると警告しながら、ウファ県のさらに偏僻なシムスキー・ゴルニークに名を深く、一家を連れて行くというヤコブレフの要請にもかかわらず、レーニンとスベルドロフは、エカテリンブルクに連行すべきと譲らなかった。レーニンの評判がどんな犠牲を払っても守られる。一方で、ソビエトの生死は、ニコライを決定が、 軍事的敗北とスーの国民推しをもたらした弱くて無能な指導者と描写し、従って不信は存在しないことを確実にし、ロマノフ家、粛清の責任はウラルソビエトとエカテリンブルクのチェーカーにあるとされた。イパチェフ間のあった場所に建てられた地の上の境界処分地について噂がエカテリンブルクで広まった。翌日の早朝、ユロフスキーは遺体を除去し、他の場所に隠した。 遺体を運ぶ車が次に選ばれたところに向かう途中で、壊れると、ユロフスキーは、新たな手配を行い、枕木で覆い、コプチャキ街道の土をかけながら、瓦礫で塞いで隠した穴に、硫酸で覆った遺体のほとんどを埋葬し、鉄は、エカテリンブルクの十九キロメートル北で途絶えた。七月十九日午後、フィリップ・ゴロシェキンは、グラヌイプロスペクトのオペラハウスで、地のニコライが射殺され、 家族は他の場所に連行されたと発表した。スベルドロフは妻と息子は安全な場所に連行されていると締めくくりながら、ニコライの処刑、ちぐられた王冠の殺人者がブルジョアの飲酒を伴わないが、新しい民主主義に従って射殺されたとエカテリンブルクの地元新聞が報道する許可を得た。公式の発表は2日後に全国史に現れた。皇帝は チェコスロバキア軍が接近していることにより提起された圧力の下、ウラルソビエトの命令により処刑されたと報じた。エカテリンブルクでの皇帝一家殺害直後には27人以上の友人や親族が7月18日にアラパエフスクで9月4日にペルミで1919年1月24日にペトルパブロフスク要塞でボリシェビキにより殺害された。しかし、 提出の場合と違い、アラパイフスクトペルミで虐殺された遺体は、それぞれ1918年10月と1919 19年5月に、白軍により発見された。このうち、エリザベータフードロブナとそれに付き従っていた、修道所のバルバラだけは、エルサレムのマグダラのマリア教会に埋葬されたことが、知られている。ソビエート政府による公式の発表では、 ウラルソビエトの決定に責任があるとしているが、レフトロツキーの日記への記載は命令がレーニン自身により行われたことを示唆していると伝えられている。トロツキーは書いた。モスクワへの次の訪問はエカテリンブルク陥落の後に行った。スベルドロフへの話で私は尋ねた。ツァーリはどこだスベルドロフは答えた。射殺した。全員を 私は明らかに驚きの色を見せて尋ねた。全員だ。とスベルドロフは答えた。それがどうしたスベルドロフは私の反応を見るために待っていた。私は返事をしなかった。誰がその決定をしたのか私は尋ねた。私たちがここで決めた。イリーチは私たちが特に現在の困難な環境の下で再結集する。 生きた旗印を白軍に残すべきではないと考えた。しかし2011年現在、レーニンかスベルドロフが命令を与えた決定的な証拠はない。ロマノフ家の射殺に関するロシア調査委員会の1993年の調査の指導者 VN ソロブヨフは、レーニンかスベルドロフに責任があることを示す。確かな文章はないと断定している。ソロブヨフは言った。 無罪の推定によると何人も有罪の証明なくして刑事上法的責任を要求されるものではない。刑事事件では弁明で得られるものすべてを採用する公文書の出典にとって前代未聞の探索がロシア最大の公文書館であるロシア連邦国立公文書館の館長セルゲイ・ミロネンコのように権威ある専門家により指揮された。この研究はこの主題に関する 主な専門家が関わった。そして今日、レーニンやスベルドロフが主導権を握ったことを証明する確かな文書はないと自信を持って言える VN ソロビオフ。1993年、1922年にヤコフ・ユロフスキーが行った報告が出版された。報告によると、チェコ軍団の部隊がエカテリンブルクに迫ってきていた。1918年7月17日、 軍団が町を占領した後に、ニコライを解放することを恐れたユロフスキーイラ、ボリシェビキの監視は、ニコライと家族を殺害した。翌日、ユロフスキーは、スベルドロフへの報告を携えて、モスクワに向けて出発した。チェコ軍団がエカテリンブルクを占領した際、ユロフスキーのアパートは、略奪を受けたという。長年にわたり多くの人が不運な一家の生存者を、名乗った。 1979年5月、一家と家臣のほとんどの遺族が共産主義の崩壊まで発見事項を秘密にしていたアマチュア探偵のアレクサンドル・アブドーニンとボリシェビキ出身の両親を持つ映画監督のゲリー・ラボフによって発見された。1991年7月、家族5人の遺体が掘り出された。法医学検査と DNA 検査の後で遺体は ピョートル一世以来のロシアのほとんどの皇帝が埋葬されているサンクトペテルブルクの主座氏とペトル、パウエル大聖堂の聖カチェリーナ礼拝堂に国葬の礼をもって安置された。ボリス・エリツィンと夫人のナイーナ・エリツィナはマイケル・オブ・ケントなどのロマノフ家の関係者と共に葬儀に参列した。アレクセイ皇太子と娘の一人の残り二体は2007年に発見された。 2000年8月15日、ロシア正教会は、謙遜、忍耐、入和のゆえに一家を新知名者として劣勢したと発表した。しかし問題に先立つ、激しい議論を反映しながら、聖職者は、ロマノフ家を殉教したが、一方で受難を受けた人と宣言した。2008年10月1日、ロシア最高裁判所は、ニコライ2世は抑圧の犠牲者であるので復権すると定めた。 1918年にロマノフ家の人々を射殺したボリシェビキはすでに死亡しているが、2010年8月26日、ロシアの法廷はニコライ2世と家族の殺害について調査を再開するよう命じた。ロシア検事総長の主な捜査部門は犯罪から時間が経過し、責任者は死亡しているためにニコライ殺害に関する犯罪捜査を正式に終了したと言った。 しかし、モスクワのバスマンヌイク裁判所は、ツアーリの親族担当の弁護士や地元の報道機関によると殺害にあたっての状況の責任を負わせる判決を下した最高裁判所が、実際は関係のない狙撃手を死なせたと言いながら、事件捜査の再開を命じた。ありがとうございます。